力した代表的な日本の医師。東洋医学の発展に貢献した業績により1978年に日本医師会より最高有効賞を日本で初めて受賞。号は、慶節。大塚隆渋氏は、明治33年2月25日、高知県高知市に生まれる。大塚家は、同志大手筋一番地の産婦人科、大塚治む近道院であり、 祖,祖父の記載、その養子で祖父の教祭、父の恵み社とも医師であった。高渋氏は西洋医学が嫌いであったため、中学卒業後初めは医師を目指さず、高知の高等工業学校の最高野球科に進学した。しかし、これにも、今日前が持てず、熊本県立医学専門学校に入り直した。熊本医専を選んだのは、 入試に得意な国語と漢文があったのが当時の医学校では同校だけだったことによる。高渋氏は辻順に傾倒した文学青年で中学時代には高知新聞の新聞小説に当選し135回の連載を掲載されているが、医専時代も文学に没頭し詩集などを発表している。医専卒業後、高知の武田病院に勤務したが、 1923年秋に、父が亡くなったため家業の院を継ぐ。漢方に傾倒したきっかけは、昭和2年刊行の漢方医学の新研究であった。本書には後に指示する、湯本九神のほか、当時の漢方医科として、木村博明、中野安明らのことが紹介されていた。さらに、湯本九神の交換医学が、昭和二年から三年にかけて、 順次刊行され、形説はこれを熱心に熟読した。交換医学は1000ページを超える対処であったため、高し武もなかなか覚えられず、重要な部分を抜き出したノートを作って覚えた。このノートをもとに後に、類相鑑別交換医学要決を刊行する。高し武は師匠について、本格的に官方の修行をするために、周囲の反対を押し切り、 昭和5年、ついに妻子を残して繁盛していた、高知の委員も閉院し、東京の湯本九神に入門する。湯本九神に指示すること1年、昭和6年に家族を呼び寄せ、東京牛込区線河原町に、おさむ金堂大塚委員を開業したが、当初は、患者も少なかった。時間があったこともあって、召喚論。 近畿王略などの古法の研究に専念することができ、また、湯本の同門らと帰還し、小井道を昭和7年に創刊している。なお、師匠の湯本九心は、駅里によって、娘を失ったことから、西洋医学への信頼をなくしていたが、和田慶十郎の、異界の鉄ーと出会ったことを天気に官報を志し、 古法派の和田慶重郎に入門して、官方位となった人物である。湯本は潔癖に古法の教えを守り、やや排他的な傾向があった。それを見習った、警説も初期は、後世派や折衷派などの他派を鋭く批判した。このような警説を今めたのが、警説が、人生の死と仰ぐ、思想家の権藤聖慶であった。聖慶は、古法には、排他癖がある。 反対学を学べ、と、形説に訓戒し、この訓戒を機に形説は、従来の古法のみならず森道博の一貫道などの、厚生型系や木村弘明の再生道などの、浅田流などの他派との交流を積極的に行うようになった。厚生派の一貫道門下の医師である八ず同名、有道兄弟との信仰が他派との交流を象徴する。昭和8年、八風有道が、 蝶チフスに罹患し入院した際、警説の往診を受け、騎士改正の回復を見た。有道本人の見立てでは、新武輸であったようだが、警説は、仏良肝臓輸症と見立てて、これを服用させ、症状が好転して退院した。この出会いをきっかけに、以後、大塚隆渋氏と和、八数、同名の両名が中心となり、流派を超えて、大道団結し、 昭和漢方復興の大きな牽引力となっていく。まず、昭和9年に、大塚隆史夫子、八風同名と、清水富士太郎が中心となり、日本漢方医学会を結成主月刊し、漢方と漢役を創刊した。昭和10年には八風同名が中心となり、漢方医学講習会を開催するための団体として、開講学園が結成され、 拓殖大学の行動を会場として、翌11年に第1回講習会が開催され、翌々年からは拓殖大学漢方医学講座に昇格し、太平洋戦争前から、戦中の昭和19年までに8回、戦後昭和24年に9回が開催され、多くの参加者を集めた。高渋士は、第一回より、ヤカ同僚、ヤカズ、ア木村長久。 清水富太郎、柳谷それ、石原康秀と共に講師を務めた。この講習会は、その後、津村順天堂二代目、社長津村従者の助力を得て、昭和34年1959年に設立した、官方友の会の官方医学講座に引き継がれていった。また、講座の一部は、大学付属の拓殖大学第一高等学校にて、新旧を教授する。 理療化として、しばらく続いた。昭和13年、やかず同名は、漢方医学による、日本、中国、満州の三国の文化提携国際親善を、目的とした団体を創設することを、計説に、提案し、拓大講座を主催した、開講学園を基盤に、東愛学協会を結成して、月刊し、東愛学を創刊した。しかし、昭和16年、 戦時下雑誌統合令によって、東亜医学は日本漢方医学会の漢方と漢薬に統合合併することになる。戦後の昭和29年東亜医学協会は再発足して月刊誌、漢方の臨床を創刊し、現在に至る。昭和16年、ヤカ同名、木村長久、清水藤太郎らと共に漢方診療の実際を刊行する。本書は、 現代医学を治めた医師にも理解できるよう、漢方の専門用語はなるべく用いず、格論は当時南山道から出版されていた。内科診療の実際に準じて、病名を中心に書くよう南山道から要望されていた。警説らは1ヶ月ごとに各自の分担原稿を持ち寄り、互いに遂行を重ね3年間かけて出版に至った。今日の日本では、 初めて現代医学の病名による漢方治療の対抗を整理したものとして評価がされており、また中国でも受け入れられ、翻訳本は9万部以上が出版されている。このように評価されている本書であるが、昭和29年に改訂版を刊行した際、治療学総論、治療学概論の著者である板倉武氏から現代病理学に交参していると手厳しく、 批評されたが、警説は、後継に当たった批評と受け止めたという。板倉は、漢方の本質に背くとして、本書を批判し、警説はこの見識を認めながらも、漢方医学の普及のためには病名による、漢方治療という弁法がどうしても必要だと考えた。板倉武氏は、東京帝国大学医学部第一、内科学教室講師を経て、 同愛記念病院内会長などを歴任しているが、東洋医学と西洋医学の融合を理想としていた医師であった。警説と板倉とは、太平洋戦争末期、板倉が政府から研究費を得て、同愛記念病院内に、東和治療研究所を設立し所長となった際、官方部門の所員として警説を招聘したという関係であった。同研究所は、戦災 廃線の影響から短期間で廃止されてしまった。高渋氏は、漢方の臨床、理論、歴史などの著書が多いが、終戦当時、中国からの輸入が途絶えがちとなり、気薬の入手が困難になったため、建説はそれに代わるものを求めて、民間薬、国産省薬、家電薬に関する研究にも力を注ぎ、その成果が後に、民間薬療法と薬草の知識や、 漢方と民間役百科などの出版につながる。昭和24年に本東洋医学会、設立準備委員に就任し、昭和25年度学会設立時には理事に就任した。昭和32年には理事長に就任、大韓民国、中華人民共和国などの関連学会と正式な交流を持つに至り、昭和34年、快則に従い理事長を退任し、 表議員に就任した。昭和28年、警説は高度の高血圧によって、左目に眼底出血を発病し、八未丸、オーレンゲ毒油、そもそも肝酸、シャカンゾウ油、サイコカ流骨化器油、カイロウ酸など、手術の処方を試みたが好転せずに出血も悪化していった。高渋氏は、東洋医学のあらゆる古典を精査し、 当時の薬理学も参考として高血圧に有効な7物公開を開発した。本処方服用前に最高血圧150水銀中ミリメートル内外、最低血圧100水銀中ミリメートル内外であったものが服用して約1週間で最高120水銀中ミリメートル内外、最低80水銀中ミリメートル内外となった。七物公開は 4物湯に釣り藤、奥義、東島を加えたもので、馬場達治によって命名された。現在では、希薄な唾が口に溜まる状態は、人参優勝であることが、漢方医学的に一般的になっているが、このことは、漢方診療の実際の昭和29年改定版が、書室であり、大塚隆志氏が見出したものである。 左右の腹筋が正中で合うリニアアルバが触知できるものは巨匠であることを形説は見出し、これを鉛筆の芯のようなものと表現していたが、文下の寺氏厚史衆が小中心と名付けることを提案し、官方診療移転で初めて記載されたものであり、古来から明らかな原症ではない。昭和32年二代目津村従者の協力を得て、 津村順天堂の自社ビルの一部を借り受け、近畿海中条ゆビる診療所を開設する。この診療所は翌年、日本における官方診療施設として、初めて医療法人としての認可を受けた。高渋氏は、この診療所と自宅診療所との両方で診察を行いながら、多くの門人を育成した。中条ゆビる診療所開設当初は、警察のほか 小出弥生、藤平健、伊藤澄夫、大見三郎、山田公院大塚安夫らが勤務した。昭和45年、厚生省役務局に、官方打ち合わせ会が発足シーンとなる。一般用医薬品として適切であると考えられる、官方処方を選び、昭和46年、その結果を、中央薬事審議会に送る。 中央薬事審議会一般医薬品特別部会の下に漢方省薬製材調査会が発足。警説は中央薬事審議会臨時委員を移植され漢方省薬製材調査員に指名される。計13回の会議を経て一般用漢方製材210処方の承認内規が制定された。昭和47年衆議院議員相川活六。 常コ徳ミ特日本医師会会長、竹見太郎、北里研究所所長、水野駅美秀、全日本新級師会会長岡部蘇堂らと共に、漢方と新級の基礎的、臨床的研究を行いつつ若手研究者の養成を行うことを目的とした、北里研究所附属東洋医学総合研究所の設立に参画し、初代所長に就任した。所長就任の、 約8年後の1980年10月15日、北里東洋医学圏へ出勤するため食事を済ませ、新聞を読んでいたところ、脳卒中にて倒れ営民。去年80。大塚隆志節が復刻に関与した漢方の古典は、以下の通り。日本近現代医学人名辞典、2012、119、夜和、同名。 大塚隆施設先生追悼特集にあたって、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P716ABCDEFG とは、医学協会、大塚隆施設先生の略歴と、功績、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P717 から721号について、 熊本大学医学部同窓会名簿にも掲節と、ある、岡野勝則大塚隆志雪先生と私、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P734、テラシアツシシュー、思いやき深露は、涙のごとし、恩師、大塚隆志雪先生の追憶、漢方の臨床1980年、27巻、11号、 p738a.bcdf 大島吉ら追悼特集に、昭和の浅田総博警節先生、大塚隆史説先生の思い出を語る、漢方医学1980年、四巻、12号、p7 から15、ハット a bcdfghi 町、泉雄ら蔵書から見た、大塚隆節の学問と、人、 日本東洋医学雑誌2003年54巻4号 P749 から762中山忠直漢方医学の新研究時家宝文館1927年が原著大塚隆施設、類小間別交換医学要決、大塚院1932年出版されているまた湯本の原著自体も中国で翻訳出版された ハット ABCD やかず、同名、大塚隆史先生の追想、初対面と、開校学園の頃、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P742 から745、木村武志,志郎、大塚隆史先生を痛む、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P747、山田公院。 日本漢方の伝承と、系譜、日本東洋医学雑誌1995年、46巻、4号、P515。東海医学協会とは、遠隔東海医学協会の公式ウェブページ、西川義恵、内科診療の実際難山道、初版は1922年 AB 昭は29年改定版の、著者は、大塚隆史不死、八風、同名、清水富士太郎。 大塚隆史ああ、板倉武先生、漢方の臨床1959年、6巻、2号、P114、大塚隆史説、旧帝国図書館の漢方遺書、漢方の臨床1958年、5巻、8号、P466 やかず同ほか。日本東洋医学会10年誌、日本東洋医学会雑誌1960年、10巻、4号、 P133 から152、大塚隆施説、証拠による、漢方治療の実際難残動、1963年、P456 から458、ABC 山田コイン、大塚隆施説先生と英別して、漢方の臨床1980年、27巻、11号、P726 から729、大塚隆史不死、 やかず、同名、清水富士太郎、漢方診療移転南山動、1969年、津村茂社、漢方の花開く、古来の実績に、科学の光を1993年、全本社、P79、ISBN4 から793903088、菊谷とよひ対談、漢方製材薬科集裁30周年、当時の歴史的背景とその意義、 漢方の臨床2006年53巻9号 P1482 ありがとうございます。